おはこんばっちー、ハーチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじの続きやっていきたいと思います。今日は現在出てるミッションを確認していきましょう。年間ミッション目指すは世界の盗塁王、こちら福本豊さんの持ってるシーズン記録106回盗塁を成功させるということで、現在20個。次に金徳ミッションヒットメーカー、こちらはアンダー製造機の金徳ミッションになっております。期間中残り25試合で全試合マルチヒット2安打以上を記録するということで、かなり難しいです。頑張っていきましょう。そしてマンスリースラッガー丸さん、4月中に月間ホームラン20本ということで、あと2本です。頑張って、こちらあと7試合ありますので打っていきたいと思います。ということで今日も元気よく OG やっていきましょう。さあまずはしっかりと打つこと、そして絶不調だったライアン、ウェイ、チェンジアップ413413、チェンジアップ意識、チェンジアップ意識、いやーストレートもね怖いからね、意識しすぎは良くないんだ。ウェイ、さあカウントは2-1、来い、よし、どう伸びすぎた、あれば、うわー、1打席目にヒット1本打っておくと気持ち楽なのだ。うおー、これはちょっと打ちたい、よし、オッケー、ナイス、とりあえずあと1本、とりあえずあと1本打とう、ナイス。さてと、やるぞ、打つぞ、来い、ウェイ、前走ですね、寸前罰、5回だからか。勝ち投手の権利を得るところで寸前罰が発動してる、うまい、来た、よし、とりあえず1試合目 OK、 いいね、走る走る、おじいさんチェンジアップだ、 OK。 さーて、おじい打てたので、2安打打てたのでもう強振します、 OK、 走れ、回れ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 、回らない、もう1打席あるかな、同点、来た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 、打ってやろうぜ。さあヒーローインタビューはおじいだ、柳沢432、うわ結構やだね、うわっと縦スラ、なんだ縦スラとフォーク、チェンジアップ、おい外野前進、頭腰やるよ、うまい、うまい、ダーうめえ、前進守備がはまったな、おい負けた、マジか、うわーあれタイムリーになってたらな、もったいないな、でも猛打賞 OK、 とりあえず1戦目 OK ですね。あと24試合、これ長くなるな、いけるかな、一発で肉じゃが屋行ってみたいと思います。初めて行くお店、3万たけー、いや相当いいじゃがいも使ってんだよね、北海道だから、いやでも高いな。さあ行きましょうか、さあ打とうぜ、マルティネス、チェンジアップあったよね確かね、チェンジアップとカット OK、 あとツーシーム、よしチェンジアップを狙おう、しっかりと意識して、失投、よしよしよし、1本目1本目あえて止まる、よしよし、バントすな、バントすな、よし OK、 おい、さあ打つぞ、おチャンス、チャンスなら打つ、強振だ、絶不調だけど早く調子上げてえな、多分この試合終わったら調子上がる気がする、チェンジアップ、全く合ってない、うまい、どう、マジか、綺麗なライナーだったな、うわーこれどうしよっかな、おい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 、バントがバレてしまった、バントをしようとしたのがバレてしまったようだ、いけるかな、ゲッツーシフト、うまい、絶妙だ、うわー惜しい、惜しいな、さあ打つか、よっゲッツー崩れ、いやー
盗塁ができねえ。まあ勝て、よし。まあ2安打打てたんでいいでしょう。安打製造機の金徳ミッションさえクリアすればもう大丈夫。いいよ、7回の犠打。そうだね、結果的に犠打だもんね。おーっと走力が上がる。病院行ってみたいと思います。星レベルが上がるのでなんともないんだけれども、ガキンチョ、いや子供に会って、わ、コウジ君より可愛い、次男君よりも可愛い。まあ子供に会ってね、ファンサービスをしてあげると。よーし、調子が上がる。さあ打とう打とう。よーし打つぞ。高梨さん224、いやー不調から上がるとだいぶ楽になるね。アベレージヒッターつくとだいぶ楽、不調じゃなかったら絶不調だった。よし OK、 1日まず1本目、走れ走れ、落ち、いい、打つなよ、マジか。うわー、やられた、綺麗に打たれた。そしておじい戻れなかった、うまい。あーダメかー、マジかー、今のは打ちたかったな、ヒットにしたかったな。とりあえずとりあえず、よし OK、 3試合連続マルチ、いいよいいよ、ミート打ちならいける。さあさあさあ強振でいこうか、こっから強振ですね。あれを達成させなきゃいけないからね、マンスリーストラッカー、あと2本、あと2本あるからね。アーチストに降格、打て打て、逆境固め、いいよ、入ってこない。さあ何が来る、ストレート来いや、おい、ワンスリーストレート、アウトハイのストレートでお願いします。はい、走れ走れ、おじい、よいしょ、ナイス、よし同点。さあ試合を決めてしまえ、意外性発動、意外性が発動してるのでパワーは、え、わい、フォーク、カーブとフォークね。よし奪三振、対左 F、 はい来た、うわー、ずらしてしまった、マジかよマジかよ、勝てばいい勝てばいい勝てばいい。さあ最後だ、うおー、マジで最後だね。さあ来いや、ツーアウト、ランナー三塁、勝負を決めろ。よっしゃー、カットボールだったな、やったー、これはヒーロー間違いなし、いいね、あと1本だったねこれでね。はい勝ちました。おっと危ねえ危な、いやなんだかんだでギリギリの勝利になってしまった。いやでも完璧なホームランを打てた。さあこれでねしっかりと次につながれば嬉しいのだが、威圧感の、よし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 、今日は大活躍、いやおごってくださいだろ、やめてくれ、金がなくなる、金あるけどさ。お電話、お、あそうだ、前回のパート最後ね、松中さんがホームラン並んでたねって言われてたんだよね。ということで松中バットじゃないか、やったぜ、何か確認しよう、松中バットこちらになります。パワープラス10、試合出場時確率でプルヒッターということで、おじ降格法なのであまり必要ないですね。では移動して試合の方、福岡か、大変だね、わざわざ北海道そして福岡へ。さあ行きましょう、マウンド上、さあヒットを量産していけ、1日2本、おい高速進化、これで北海道にまたすぐにはねミッション受け取りに行けないので失敗は許されないぞ、頑張れおじい、チェンジアップ、うまい、華麗だ、よしよしよし、バントやめろバントやめろバントやめろ、よし OK、 さあとりあえずヒットは1本打って盗塁もできた、あと1本あと1本打て、福田さんこれはタイムリーにしたいね、足が速いからどうにか返したい、
緩急持って、さっきチェンジアップだったね。おっと、うまい、芸術、そしてタイムリー、ナイス、おじい、走れ、走れ、おじい、打つなよ、マジか、OK、おい、逆転されたし、もう一回同じことをしよう。うえい、いいスライダーだ。綺麗に入ってくる。曲がるね。いや、危ね。さあ、どこに来る？スタミナエース。チェンジアップ。よし。いやー、3安打目。残しとけばいいのに、次の日に。よしよし、いいよいいよ。ドデン。せーの。いやー、スタートが悪い。あ、ラッキー。よしよし、逆転して、ここは盗塁チャレンジしたいんで、やはりミートですね。いや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 、違う違う違う、あれだ、月間ミッションがある、月間じゃないな、マンスリースラッガーのミッションがあるんで、やっぱ強振ですね。忘れてた、さっきなんで強振しなかったんだろう。とりあえずあと1本打てばいいんだよ。おい、そうすればそこでのミッションは終了する。いやー、サクチェイ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 、さあ行こう。チャラチャチャチャラララチャチャ、あ、入ってる。そう、結構嫌な変化球だね。いやー、マジかー、マジかー。もう一打席あるかな、ないかな、裏だもんね。はい、勝ちました。よし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 、まあこれでいいのだが、いいのだがね、盗塁、そしてホームラン、あと1本月間で打たなきゃいけない。解散解散、おごり、あざーす。さあ金をもらって、さあ連戦かな、行きましょう。よしよし、行くぞ行くぞ。有原さん、元日ハム、こいや、うい、カット。待って、変化球はね、確かね、フォークだった気がするんだよね。チェンジアップ、抜ける、よしよし、ナイスヒット1本目よ。さあ行こう、外される、ナイス、よしよし、おじい、打ててる打ててる。ちょっと強振いこうかな、ここは。いやー、マジか、やっぱミートの方が良かったか。2本打つまではミートに、あー、ファンサービス、おい、売り子に当たっちゃうじゃん、危ねえよ。あ、打席考えるとあともう1打席しかないか。うまい、よし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 、うまいな、今のは芸術や。とりあえずね、また2本打てたので強振したいと思います。おい、フォーク、チャララチャチャチャ、打たれず守備、おい、危ねえ、教えて、おじいさん、いった。あ、待って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 、危ねえ、あっと、負けてしまうのか。タワーズ、タワーズ、ホームラン打ちたい、ホームラン、ホームランを打たないとマンスリースラッガー達成できません。頑張りましょう。うわー、サクチェ入ってくる、いい球だ。サクチェが4なんだね。うっそー、最後めちゃくちゃずれた。たまらんたまらんたまらん。さーて、負けてしまった、敗北。マジでそれないってよ。いや、体痛かったっすよ、痛かったんですけれども、ヒットね、2本打てたので満足です。では、すき焼き屋行きましょう。すき焼きを食べて元気になる、調子がこれでね、普通に上がると思うんで、より活躍ができそうだ。 OK、 さあ本日最終戦に挑みましょう。 OK、 さあ行こうぜ。おっと、ライバル岩貞さんですね。 OK、 さあ打ってあげましょう。おっと、いきなり2点。さあ岩貞さんがライバルということで、スロスタ、チェンジアップ、 OK、カモだよカモ。追い込まれてるので、しっかりと打つ、1本目、 OK、 外されるけどチェンジアップ、 OK。
さあ王子もう一歩、うわーこれ強振にしよう、これはちょっと強振でホームランを狙おう。よし OK、 盗塁アシストってやつだ。よし来た、今日も2安打 OK、 ナイス、打つなよ、大丈夫 OK。 さあよしこれでホームランを打てばいい。チェンジアップ、うーわーマジか、マジか、うわマンスリースラッガー達成させたいわ。ピッチャー変わっちゃった、松葉さん待って、意外と変化球苦手な気がする。スプリット作中、あとドロップカーブだった気がする。いいよ、あすげえな、誰だサード、殿崎さんかな。さあ最後、最後打たせてくれ、スラブ、いやーいい球だな、スラブ4やばいな、うわー今の今の今の強振しっかりとスタンドに持っていけ、チェンジアップ、うわー変化球やだわ、チェンジアップは好きなんだけどスラブを見せられたら、やったースラブー、よしこれでマンスリースラッガーも達成ですね、やったぜ、気持ちいい、いやまさかスラブが打てるとは思わなかった、でもチェンジアップだと思ってたもんね。 OK、はい僕負けたのにめちゃくちゃ喜んじった、おじい自分は打てたからね。あケンケン監督あざーす、9回のホームランも良かった、イエーイ、リーグ最速の20本目、よしよし最後に打てて良かったぜ。でもね1日2安打もう毎日のようにねやんなきゃいけないって思うと結構大変、かなり大変、イエーイ。さあ何プロモデルスパイク、いや欲しいのはスチールスパイク、これないつになったらくれるんだろうな、もらえないのかなもしかして、何ミッションミッション、何でしょう、盗みに盗め丸1、いやーなんで星3、3回盗塁成功で星3なの、青バットはやんない、じゃあ盗みに盗めやりますか。え1日3個って結構えげつないよ、どうなってんのよそれ。ではすき焼き屋行きましょう、ガンガン行って、もうさ全額金払うからさ、あの通わないでもいい、めんどくさいから、で本ちょうだい、金払うから本ちょうだい、ということで今日はここまでですね、あと最後移動か移動ですね、で練習はしないでこれで終わろうと思います。盗塁28個頑張ってるよ、いいね盗塁28個、そして20本、お誰誰、ピッチャーがソフトバンクに来た、で日ハムが、日ハムのにトレードということで、ブンブン、どうせアナウンサーだろですね、福田さん名前が出てこなかった、絶対に活躍してみせます。これで多分ファンの人数が変わるだけなんだろうな。チラシ寿司屋行ってみたいと思います、こちらを進めていく、4万ですか、まあ寿司屋だったらちょっとは納得、でもチラシ寿司でしょ、初めてレベル2、おい、チラシ寿司で4万か、高いんだろうね。ということで今日はここまで、今のところ順調です、順調に来ております、頑張ってミッション達成させていきましょう、ということでまた次回のおじもご期待ください、バイバッチ。